アリオ橋本は、神奈川県相模原市緑区に立地する複合商業、施設である。セブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する。閉鎖された日本金属工業相模原、製造所跡地に建設された相模原市内最大のショッピングモール。設計志向は大成建設。2010年9月15日にプレオープン。 同年9月17日にグランドをオープンした。アリオとしては9点褒め、各店舗の伊藤洋華堂単体では日本全国176点褒めで神奈川県内31点褒めの店舗となる。なお、アリオ深谷は9月1日に食料品フロアのみがオープンしているが、こちらはもともと伊藤洋華堂の入居していた既存 SC のリニューアルであり。アリ 専門店部分は開店前であることから、セブンアイホールディングス及び伊東洋華堂では橋本を9号店、深谷を10号店としている。ショッピングセンターは各店舗の伊東洋華堂と136の専門店で構成される。橋本地区においての伊東洋華堂は線路を挟んだ反対側に2008年5月18日まで橋本店が存在したため、 実質的な再出展といえる。施設の特徴として、売り場の8割に当たる約1万3000個の照明を LED 照明として、省電力化を図るとともに、太陽光発電パネルの設置、風力太陽光発電不外等の採用など、クリーンエネルギーの積極採用などにより CO2、排出量の削減に努めた環境に配慮した建築物となっている。 2020年には開店10周年とクレヨンしんちゃんの新作映画の公開を記念しての期間限定で屋上看板などを佐藤の日堂ブランドに変更。他の店舗では伊藤洋華堂カスベ店で実施されていた。出店テナント全店の一覧、詳細は下記の公式サイトフロアガイドを参照。ありがとうございます。